Araki Ryu Gunyo Kogusoku, Yari, Naginata, Toride, Yawara, Nawa, Tachi, Yari, Chigiri などの各種武術を取り入れ、総合武術として完成したものである。東流は全て実体験から武術として伝えられたものであり、極めて即時視線的な特徴を持っている。中でも居合は二刀を帯びて行い、特に立ち居合においてはほとんど手先切りにて敵を倒すものである。
第2会場、荒木流ゴニョ